じゃあ楽天ブックスから物が届いたら開封します。今回購入したのこちらです。カップヌードル50周年カップヌードルビッグポーチブック。お、普通のやつとカップヌードルとシーフードヌードルの2冊です。じゃあまずカップヌードルの方から。こんな感じです。裏側はこんな感じ。こんな風に文房具とか入れるようにできるみたいです。じゃあもう一つ表紙とかをこっちシーフードやっちゃいます。スペシャルステッカー付き、うん、スタドネシー日清公認カップヌードルが50周年、発売50周年記念のポーチ付きブック。で同じように文房具入れたりするより別に他の入れてもいいと思います。ちなみに値段は2178円です。じゃあカップヌードルから開けていきます。で、ペラペラか。じゃあそっちからやって、そっち開けたから。できない。あ、できないか。あんまりいっぱいない、うん、そうだ。まずこういう生地が書いてあって、こういうシールがステッカーが付いてて、でさっきのポーチがこの部分です。じゃあここから開けてた、開けていきます。で中身がこんな感じです。めっちゃ溜めてる。で待ち、下の待ちが、底の待ちがこれぐらいです。で折りたためられてやって、まず正面カップヌードル。宝島社。で、後ろ。ちゃんと成分とかも書いてあります。で、ここにカロリーとかも書いてあります。ただ、そう、ここの説明書きがポーチになってます。撮影すると映えるかも。入れすぎ注意です。で、上の部分にこういう腕とかにはめられるストラップ系のものがついてて、取り外しも可能です。ここで、でフォーク型のチャック、あ、潰されてんのこれ、うん。でこの蓋だ、こういうふうにある。そうで、蓋のチャックがこのフォーク型になってます。最初開いた状態です。で蓋の裏縁にはこういうニャンコの絵があります。一応これが耳。すごいな、蓋がなんかこのこういうタイプに変わってるらしい。で中が具と麺だ。具と麺になってます。でこんなこんな感じです。でかさ的にはこれぐらいです。で深さはこれぐらい。で蓋を閉めてみます。あ、結構閉まりやすいです。蓋で蓋閉めるとこんな感じ。大きいビッグサイズのカップヌードルって感じです。ここもちゃんと成分がある。そう。じゃあカップヌードルです。次シーフードヌードルいきます。でまずシールです。で、認識しちゃう。パラパラ。中身は一緒なの？違うの？で雑誌が書いてあって、じゃあ中身いきます。で、また折りたたまれた状態です。で、表面にシーフードヌードルと
宝島の宝島ロそのマークロゴ、まあ日清ですね、うん、のロゴもあります。でインタビューします。で裏側にまたシーフードヌードルっていうロゴとポーチのポーチになった注意書き、うん、と本物そっくりの成分でカロリーとかです。で見えにくいけどさっき見せ忘れたけどここに火薬とかのやつも書いてあります。でこの二面にも同じように成分とか書いてあります。で裏面にはにゃんこです。でシーフードの模様になってます。ちょっとやってくれるか、光を当てる。こんな感じです。あ、じゃあチャックどうなったか、同じフォークか、フォークそれこうやって当ててるか。じゃあちょっとやってくれる。でチャックはフォークになってて、もう糸出てる、糸出ちゃってる。じゃあちょっと閉めていきます。はい、で閉めるとこんな感じです。絶対熱湯入れないでください。食べようとしたり食器代わりに使うことをおやめください。開封してもお召し上がりにはなれません。よし、でこっちがカップヌードル、こっちが今やったシーフードです。こんな感じです。じゃあ以上です。